ふざけんなよバカ。どうもあえちゃんです。今回なんですけれども、最新の情報について改めてやっていこうかなと思います。まあ皆さん、ネタバレしたくない方はぜひ動画は見ないで、ここで画面をストップしていただければなと思います。ではやっていきましょう。まず一つ目ですね、9500万ダウンの記念第2弾の方ですけれども、なんと皆さんが大好きなキングのガチャが来ますと。まあ、キングが出るっていうことなので、皆さん今ちょうどオリンで環境で、しかもオリンの復刻も来ていますので、ちょうどいいガチャにはなりますので、皆さんキングとオリンのペアを組みたい方はぜひとも狙ってみてください。まあ、確率としてはなかなか狙うのは難しいかもしれませんが、結構激アツなガチャとなっております。続いてなんですけれども、皆さんがよく知っていますステップガチャとなりますね。まあ、こちらのガチャに関しましてですが、まあ、引く必要はございません。ですが、かけらが欲しい方、まあ、ダイヤの余裕がある方、お金が余裕ある方はぜひかけらのために引くためのガチャとなっていますね。あまりおすすめなガチャではございません。続いてなんですけど、ワンピースの日になるガチャになるんですけども、まだこれはステップ系のガチャにはなりますので、まあ、調布前に来るピックアップされたガチャにはなるかと思うんですけれども、なんとこれやばいのが、皆さんダイヤ10個20個30個合計50個を引くだけで、なんとかけらが40個もらえちゃいますと。これ絶対に引いてください。ダイヤ50個でかけらが40個もらえますので、こんな美味しいガチャ引かないっていうのは絶対にもったいないです。まあ、キャラ自体が工場キャラクターにはなってしまうところではございますが、ですが50個で40個もらえるのであれば、かなりお得なガチャとなっております。最後になります、ワンピースデーのなんとダイヤの配布ですかね。皆さんが大好きな配布が、これがまた嬉しいですね。まあこの配布プラスワンピースの生放送で、何が来るんですかね。なんとダイヤが何百個あたり、まあこれについてまたね、動画をね、あげようかと思っていますので、皆さんそちらも楽しみに、していただければなと思います。まあ今回の動画はですね、まあリーク情報にはなってしまうんですけども、皆さんぜひ、ガチャの参考にしてみてください。またな。